はい、こんにちは、宮野博隆です。このところずっと免疫力が下がっていると。これは1月に流行ったウイルス、このウイルスっていうものがこの4月にも流行ったと。ただ流行ったといってもですね、ずっとそれが流行り続けているかどうかというのはとても難しいところがあるんですね。というのは体内ウイルスのヘルペスウイルス、これが免疫力が落ちていると、何か別のウイルスがパッと流行ってきた時にヘルペスウイルス自体が増殖してしまうと。でその状態がずっと固定化してくると。でそれにわずかな風邪のウイルスであるとか、その他いろいろなウイルスがありますけども、とりあえずこの1月4月に流行ったというウイルスは脾臓リンパ系、いわゆる体をバイ菌から守るところがやられてしまったということで、なかなかそこの部分の回復が難しいだけなのかもしれません。で相変わらずやはり症状がない人が多い。それで、まあ、うまく眠れないとか、頭がぼーっとするとか、いうようにやる気が出ないぐらいで、特定の症状があまりない。で特定の症状の出た人は熱が出るとか、どっか痛いとかいう場合も極端に強い痛みが出る、ないしは極端に熱が出てなかなか下がらないというような人はいますけども、そんなに世の中で騒がれるほどには至らないんですね。でそこでちょっと別の国、イギリスのことがちょっと話題になっています。それは何かというと急性肝炎が流行っていると。しかも子供に流行っているという状態なんですけど、これが何であろうかというのはイギリスの方でも不明であるということですけれども、考えられること、このイギリスの問題が考えられることっていうのは、元来イギリスってのは白人ですから、肝臓は強い、黄色人種は肝臓が弱い、膵臓が弱いと。白人や黒人は肝臓が強いと、膵臓も強いと、黄色人種に比べるとですね、そういう状態にありますけども、2年前にコロナが流行った。そうするとコロナの症状でまず最初に出てきたのが、匂いが分かんない、味が分からない、これは肝臓障害なんですね。でそれがトップで出てきたと。各国みんな同じようでしたけど、目からバイ菌が入る、まあ、コロナウイルスが目から入るわけです。目は防御措置がないんですね。気道は粘膜とか繊毛とか、バイ菌を表にかき出すようなそういう防衛設備があるんですけど、目には防衛設備がないんで、目がまずコロナでやられた。そうしたら肝臓がやられたと。その生まれながらにして体の曲がりの場合に、肝臓、目、鼻、舌、味ですね、この辺は体全体のねじれから同時に起きるんですね、弱さを持っている。ですからそういう、まあ、悪くなると全体同じところが悪くなるという傾向があるので、このコロナのやはり流行というものが大きく関わっていたんじゃないかと。でコロナも各国もみんなある程度抗体が、自然抗体ができているはずです。で相変わらず PCR 検査とか抗体検査とか言ってますけども、そういうものだけでは捉えきれないバイ菌の状態ですね。それは何かというとヘルペスウイルスなんですね。このヘルペスウイルスというのは、まあ、世界中の人がみんな持っていると。でそれがコロナの流行において免疫力が下がって、ヘルペスウイルスが、体内のウイルスが増えているということが言えて、アデノウイルスがどうしたとか、いろんなウイルスがどうしたとか、肝炎のウイルスがとか、そういうことよりもちょっと肝臓に炎症が起きる、だけどパッとそれ自体はいなくなっちゃうと。日本でもそれがいっぱい起こってるわけですと。すぐいなくなっちゃうといいじゃないか。ところがその肝臓にウイルスがくっついたと、でちょっと炎症を起こしたと、そこのところにヘルペスウイルスが集まってきて増殖して炎症を起こすという状態が、これが今の感染症の定番になってるんですね。ですから本来は肝臓の強い民族であっても、肝臓にそういったウイルスがくっついて、でヘルペスウイルスがということから肝炎が増えているということも考えられる。これはあくまでも推測なんですけど、
でも日本でも今までにこのヘルペスウイルスが増えている中で、それで風邪の流行が起きると、その風邪の特徴、例えば風邪の特徴でも下痢を起こす風邪とか、気道炎を起こす風邪とか、いろいろと風邪の種類が違ってきます。ですからバイ菌を特定してっていうほど、そのバイ菌がいつまでもずっといるわけじゃないんですね。そうするとその後暗躍するのがヘルペスウイルスと。だからウイルスに対するものの考え方を変えて、自分の体のですね守り方というのは、ウイルスはどちらにしてもお医者さんは守ってくれませんから、薬がありませんから、免疫力を下げないようにする、生命力を下げないようにする。そうするとやたらな運動はしないようにする。お酒というのもやはり非常にこれはストレスとして大きくなりますから、運動してその後サウナに行ってでビール飲むっていうのは非常に良くないパターンなんですね。バイ菌がもうちょっと落ち着いて、ヘルペスウイルスも今は非常にまだ多い状態です。これはもうちょっと落ち着いてくるまではちょっと体を気をつける。で、十分元気な人で俺は大丈夫だって人は、運動をやってもですね、運動をやったことがマイナスに見られない。運動をやれば必ず長生きするってことにおいてはマイナスなんですけども、でも運動して悪い刺激を加えると、ある程度体力のある人はその状態に循環するというか、適応するというか、体が動きやすくなる、働きやすくなって元気になったような感じになる。だから運動は体にと思っちゃうと、そこは間違い。運動はあくまでも体に悪いんだけども、自分の適度な状態で長い運動はやらないで、ちょこちょこ同じ姿勢は取らないようにして、ちょこちょこ軽い運動をやるというようなことは、生活のその人の体力のある場合にはいい方法じゃないか。たくさんやる、筋トレをやる、間違いなくダメですね。ただそれが生きがいだって人もいますから、でそれにある程度耐えられるっていう場合には、それはそれでまたあってもいいのかな。でももう一度言います、運動っていうのはあくまでもストレス、外から入ってくるストレスの一番強いものなので、その辺は自分の体力とよく相談しながら、このウイルスがいっぱいいる中で負けちゃわないように、睡眠不足にならないように気をつけるというような状態で、自分との体との相談ですね。なかなかうまくいかないという場合には、積極的に手上げ、かかと上げ、脳呼吸枕、それでも間に合わない場合には治療に来るというような状態で、その悪い状態から抜け出すということをしないと、油断していると非常に危なくなっています。まあ、油断をしないで、それでいて、まあ生活はしなきゃいけないわけですから、上手に生活するように頑張りましょう。